初日からの3連勝を決めての今節、堂々続優勝戦です連続輸出の記録を伸ばしての優勝戦ですがまずはここまでモーターの手応えからお聞かせいただけますかフランスに関してはあのいい状態であのキープしていると思ってます。成績のいいモーターですがやはりそのあたりの手応えも感じられますかそうですね、前傾の差しもらってあの本当にいいモーターになって感じてたので、まあ、うまいこと言ってると思ってます。乗り心地などどうでしょう。問題ないい、です。はわ、い、かりました。 それでは優勝戦に向けて今の状態をキープという感じでしょうかそうですね、また明日のさせてもらってあの、プロペラの微調整して、はいまあ、スタートもうちょっといかないとわ、ねはい、かりました、そのスタート感ですが、節感ん通してここまで見え方、いかがでしょう,うん全然だめですね、本当に難しくて、まあ、本当に明日は気持ち入れていきたいと思っていますはわ、い、かりました。 優勝戦絶好枠一号艇でのレースです。津では三十回の優勝実績を誇ります。熱いレースへの意気込みをお願いします。はい、あのー、強い気持ちを持って優勝戦、頑張ります。応援よろしくお願いします。勝利でスタートした今節です。前節小島に続く優質となりました。はい、まずはここまでの船足の手応えいかがでしょうか。うん、特に特徴はないですね。行き足、回り足などどうでしょう。 まあ、プロペラ調整して乗りやすさは来たんですけど、ちょっとボードが変わって。今日ちょっとまた変わったんで、まあ、でも十二は間に合ったかなと思います。それでは残す上積みどのあたりお考えですか。いや、もうこのままでいきます。はい、わかりました。変わってスタート感です。ここまで見え方はいかがでしょうか。全然わかりません。目標設定優勝戦。いや、設定しても全然わかんないんで、入るスタートいきます。わかりました。優勝戦は二号艇でのレースです。ファンの皆さんへのメッセージをお願いいたします。はい、よろしくお願いします。 連勝でスタートした今節です。途中で船が変わりましたが、エンジンなども含めここまでの手応えいかがでしょうか？うん、最初はちょっと前検日なんか下がってたんですけど、調整がうまくあってここまで来れました。はい、乗り心地、周り足などいかがでしょう。乗り心地はもうあの安定版ついた日が一番良かったんですけど、まあ許容範囲だとは思ってます。はい、わ、はい、かりました。 約三年ぶりのツの水面ですが、残す調整どのあたりお考えでしょうか。そうですね、もうまあある程度今いい状態ではあると思うんで、まあ乗りながらキープできたらと思います。はい、わかりました。変わってスタート間です。ここまで雪間通して見え方いかがですか。まあある程度ツは昔から来てるんで、ある程度はわかりますけど、無理しない程度に行きます。 はい優勝戦は3号艇でのレースですレースへの意気込みをお願いいたしますまあ3号艇でチャンスある枠だと思うんでまあ、頑張ります節感連勝もありました今節ですまずここまでエンジンの評価からお願いいたしますうんそうですね、えっと乗りやすさとたまるはまあまあだと思いますでは乗り心地が特に良いという感じですかそうです、ねはい それでは明日の調整もこの乗り心地を求めていかれるんでしょうかそうですねこのまんまの状態でいこうと思いますはいわかりました代わってスタート間ですここまで関東いかがですかまあそれなりに自分の感動にはいけていると思います優勝戦の目標設定お願いいたしますまあまあ全速15ですね、はい 優勝戦は四号艇でのレースです。レースへの意気込みをお願いいたします。はい、まあ、えっと、フランケンに絡めるよう頑張りますので、応援してください。まずはここまでのエンジンの手応えからお願いします。そうですね、乗り心地が二重丸で、あと伸びとか出足は、まあ、普通かなって感じです。乗り心地二重丸。はい。では、残す調整はどのようにお考えでしょうか。いやー、この乗り心地は気に入ってるんで。まあ。 崩したくないんですけど、まあ明日5号艇なんでまあ、少し伸びっぽくしようかなとは思ってます。わかりました。代わってスタート感です。ここまで接眼通していかがでしょうか？最近なく難しくて、うん。初日の1走目と今の最後の準優勝戦はバッチリ決まったんですけど、あとはちょっと分かってない方ですね。はい、はい。では明日の目標設定どうでしょう？ は、コンマ10を目指していきます。はい、わかりました。優勝戦は五号艇でのレースです。ファンの皆さんへのメッセージをお願いいたします。はい、久しぶり2来たんで優勝できるよう、精一杯頑張ります。昨年3月以来のつのレースですが、はい、まずはここまでの船足の手応えいかがでしょうか。そうですね、あの日替わりなんですけど、会った時はまあ、癒ししてます。はい。 特に乗り心地などはいかがですかそうですね、乗り心地の方がまあまあいい時があります。はい。では、優勝戦に向けて残す調整も、その乗り心地を残してという感じでしょうかそうですね、はい。はい、わかりました。変わってスタート感です。節感通してここまで見え方、いかがですかは少しあのばらついてしまっていますね。はい、難しいです。はい、優勝戦の目標設定ありましたら教えてください。はい、そうですね、10ぐらい行きたいです。はい。わかりました。 優勝戦は6号艇でのレースです。ファンの皆さんへのメッセージをお願いいたします。はい、明日はあの久々の優勝戦なので、明日はしっかりあのレースして優勝できるように頑張りたいです。応援よろしくお願いします。